どうも、マサダイです。今日は漫画クローズの発売日ということで、紹介します。まず1冊目、クローズガイデン片桐剣物語。まあ映画では絶対欠かせない存在のこの片桐剣、その片桐剣が高校時代どんな生活を送っていたのか、そのような漫画になっています。月刊チャンピオンの方を、多分5月ぐらいの4、5、6ぐらいかなの時に読んでた人はもうわかると思うんですけど、まあそれが単行本になって帰ってきました。あとこの本を買うとですね、こちら、多分グリーとか、結構いろんなクローズのゲームがあるんですけど、そのクローズのゲームで、片桐剣をゲットできます。僕はグリーの、クローズやってるので、それで片桐剣のカードをゲットします。続きまして、クローズ02、これは、あの映画のクローズ、小栗旬が主演をしましたね。その映画版の、もっと細かい話を追加したのがこの漫画版です。書いてるのはあのクローバーでおなじみの平川先生、滝谷源氏かっこいいよ、やっぱ、滝谷源氏だからね、一応これ滝谷源氏意識してるんだから、まあまあ反り込みまではねできないですけど、まあさすがにそこまではねできないです。僕も絡まれたくない。ここに書いてありますね、もうついに戦争突入です。最初小栗一人で砲船乗り込むのかっこよかったね、あれで、その後仲間たちが憧れる、あんな仲間が欲しいぜ。この2冊絶賛発売中です。皆さんぜひコンビニ本屋さんお求めください。クローズをねまだ見たことないという方はね、まず最初はクローズから買って、それから外伝の方に行っちゃいましょう。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。